バランスが悪いという理由で工事が中断している市道がある。そんな噂を聞きつけ、憤懣取材班が向かったのは神戸市東灘区。どうバランスが悪いのかというと、阪神扇駅前のこちらの道路、現在工事中ですが、上から見ると歩道が車道の倍近い広さがあることがわかります。道路の右側は歩道で、幅は最大8メートル。一方、車道は幅5メートルしかなく、確かにアンバランスです。問題の市道は、阪神電鉄扇駅の北側を東西に走るおよそ4キロで、去年東側部分が開通しました。市道は対面通行となることが決まっていますが、工事が完了していないため、一時的に一方通行となっています。沿道にある特殊鋼材を扱う会社では、鋼材を搬送するために大型トラックを使っています。車幅は 2.5 メートルほどあり、この道路での対面通行は難しいと訴えます。普通ね、こんな状態ですよね。普通左に寄れと言ってもね、はいはい、でこの路肩が50センチあるんで、だいたいね50センチぐらい開けてこないと怖いですよね、運転する側としてはね。2メーターないんちゃいますか。2メーターまででしょう。来ましたか。また車が通れないです。通れないです。どうするんですか。どないするんですか。対向車とすれ違うのは確かに難しそうです。一方で広い歩道については疑問も。ここなんか人通らないでしょ。ここまでの歩道が必要なのかね。歩行者をねこう優遇しようっていうのは分かるんだけど、それはいいんだけど、幸せが全部車道に来てる、そこらはまかなわないなと思ってますね。狭い車道の影響は他にも。25年前から沿道で中国料理店を営む上村さんは、来店客に迷惑がかかることを懸念しています。車止めて車椅子で降りてくるお客さんとか、杖をついたお客さんも多いんですね。前だったら広いから、何もクラクションも鳴らさずに通っていく車が多かったけど、これだったらすれ違いにくいからクラクションを鳴らされると思うんです。客の安全のためにも、上村さんら沿道の住民は車道の幅を6メートルに広げられないかと神戸市に訴えています。新しい道が不便な道っていうのおかしいでしょう。いい道にお金をかけて作るもん違うかな。ではなぜこのような道路ができたのでしょうか。神戸市は1983年阪神電車の高架事業に伴い、一帯の道路整備を決めました。2016年時点では歩道が 2.5 メートル、車道は 7.5 メートルだったことが分かります。ところが地元のまちづくり協議会が2018年に歩行者の安全を最優先にしてほしいという要望を提出し、神戸市は車道の幅を5メートルに狭めたのです。市はこの決定について地元の総意があったと主張します。特段意見がなかったことを踏まえて、神戸市としてこの計画を、最終的に利用としまして、進めました。はい、一通も来なかったということですか。ちょっと細かく記録を確認してませんので、断言はできませんけれども、大きな声というのはなかったというふうに聞いております。しかし上村さんら沿道の住民には、市から十分な説明はなかったと反論します。5メートルで通れるのって言ったら、神戸市は問題ありません、じゃあ問題ない道路ができるかなと思ってたんです。数字だけじゃ私ら分からないでしょう。で出来上がったらこれやから、
通られへんやんってなって。車道の幅5メートルで工事を再開したい神戸市と納得がいかない地元住民。今月17日、市は住民説明会を開き、折衷案を示しました。車道の幅は5メートルを維持する一方で、車がすれ違える幅50センチの対比場を作るというものですが、住民からは、なんで神戸市は5メートルにせなあかんのか、6メートルにしたらなんであかんのかというのを教えてほしいです。歩行者を最優先する道路ということで、歩行者の横断時の安全性とかを確保するために、車両の速度をできるだけ落とすような形にするために、あの5メーターという形にしていると。38年ぐらい店で商売してるんですけど、その北側の道で今まで対面で事故ってほんまにないです。スピード出すだけ出す出すって言うんじゃなくて、速度制限かけてちゃんとすれば別にそこら辺って回避できると思うんです。規制よりも道路の幅っていうのが一番速度抑制には効果がある。そういうことは思われへん。はい、あのご意見としては分かりました。また説明会では、火事や自然災害が起きた際、消防車などが通行できず人命救助に支障が出るという意見も出ました。消防車がギリギリすれ違えるのが6メーター。これすれ違いできないやんか。火事になったらほっと私らのことなんか知らんということかいね。消防活動ができる消防車等が、通れる基準というのは今一定満たしていますんで、そこは満たしててスムーズにいかない、はい、前スムーズにいっとって、この新しい道で私スムーズにいかないの納得いかん。説明会は2時間近く続きましたが、市は車道の幅5メートルという主張を曲げず、議論は平行線のまま終了しました。説明会を受けて神戸市は、道路にとって最適な構造、どういうのが最適かという視点で我々は考えておりますので、そこに対して考えるべきご意見があれば当然取り入れさせてもらおう。一方、沿道に住む上村さんたちは、説明については納得はしてません、してません。めちゃくちゃ広くせえ言ってるんじゃないから、たったの1メートル、私らが考えた想定を神戸市に言います。で、文書にして出します。その想定に通りの何かが起こった場合に神戸市さんに責任取ってもらいます。道路は人々の生活の根幹を担うもの。神戸市は市民への向き合い方が問われています。